またまた C さんがくだらないことを言っております。敵基地攻撃名称変更に協賛 C 氏、なんと姑息な、誰が見ても憲法違反の戦争行為にどんな名前をつけたところで本質は変わらないと。この名称変更の問題ですよね。もう敵基地攻撃で私全然構わないと思うんですけども、この左派の人たちがうるさいもんですから変えようと、こういうことをやってるわけでございます。で、C さんね、このようなことを言っておりますけども、再三日本政府は言っておりますが、まだ国民の、ね、大多数は分かってるはずなんですけども、日本からミサイルで攻撃するわけないじゃないですか。でしょ？これが本当に理解できないんですよ。で、それはこの C さんの人にどうしても理解できないみたいですね。まあ、もしくはこの共産党の一般の人たちには理解できないみたいなんですけども、そもそもですよ、東欧諸国共産圏、わかります？戦争よりも共産主義が人を莫大な数殺してきたんですからね。それについて C さんは一言も触れませんよね。カンボジア、北朝鮮、そしてロシア、中国、見てください。どれだけの人を殺しています。そんなことも分からずに、こんなことでね、C さん文句ばっかり言ってます。私ね、C さんも21年も今のポジションにとどまっていますけども、もう今から15、6年前ですかね、ちょっと共産党とは、いろいろありまして、C さんがトップになった時も知っているんですけども、もう党内の雰囲気ってのは異常ですよ。上から命令が出たらもう右、白いものも黒と言ったらみんな下は黒でございます。この組織が恐ろしいんですよ。ですから上に歯向かうことをやったら、あっという間に抹殺されます。これはもうロシアといいますか、まあ、旧ソ連ですよね。ソビエト連邦もそうでした。カンボジアもみんなそうでございます。中国もそうです。イデオロギーがあって、それが上位下達で降りてきて、それに反すると必ず粛清されると。15年前の共産党内もそんな雰囲気で、ございました。まあ、ちょっとね、これ以上詳しくは語りませんけども、とにかく異常な組織です。どうして C さんはこんな簡単なことがわからないんでしょうね。